友谷の小部屋用具道具なのか腕なのかはい菊クチプロお願いしますお願いします <laughs> 野球の用具ってそんなに新商品ってないんですよ、うん、あーそうなんですかだってそもそも木だから天然木まあそっか新商品ってもうテクノロジー入ってたら違反だからそっ <laughs>、うん、そうですねそのモデルっていうのがあるだけでうん。 誰それモデルみたいなグラブもグラブも当然川だからあ<ー>天然 <laughs> 天然そば<ー> <laughs> だからそんな別にテクノロジー入らないから形が変わるっていうのはあったとしても、うん、そんな大きく変わらないですけどゴルフってもうすぐ出るんじゃないですか、はい、もうドライバーもアイアンも新しいの、うん、ポンポコポンポコ出ます、ね、メーカーもどんだけあるんやっていうぐらい出るじゃないですか、うんうん、えプロはいつ変えるんですかいいつどれぐらい使うんですかプロは だいたい次の新商品自分が使ってるブランドの新商品が出るまでは使いますけどでそうなってくるとその溝とかどうするんですか溝はウェッジはもちろん年に2本ぐらい買えますよ 2>, 2本も買えるんですか買えますよ全部だからもしじゃあ56、50とか持ったらそのもう2本うんだいたいでも58、私こっちアンちんですけど58はやっぱバンカーとかも打つんで結構買えますそれはもう半年に1回いくらいですかそうですねだいたいはい 普通のじゃピッチングとか九番とか八番とかはうわもう結構長く使いますね。でも溝なくなってきたわかるんですか？なくなってきたなみたいな。わかりますよ。それどこでやってわかるんですか？打ってて、はあ、ちょっとスピーがわかんないな。わかんないな。つって。そう。触ってとかわかる？いや触ってじゃわかんないじゃないですか。はあ、見た目あなんかこう減ってきたなみたいな溝。でもそうしたらこうやって掘ったったらいいやん。 いや、それはダメですよ。え。<laughs> それは。それはアウトです。アウトなん。アウトです。でも、こう、溝の規定あるわけでしょありますよ。何ミリとかっていう。その。この、多分表面が削れてきて、溝が。あの、浅くなっていってるんですよね。表面が削れて。って、はい、なったら、表面削れた分、溝も、その規定までのミリを。掘ってたら。それはルール内ですよね。ルール。まあ、ルール内ですけど。うん、ミリですよ、うん。ミリ、いミリよ。 で今もハイテクなんだからなんとかテクノロジーで、こちらがレーザー買ってきた方が早いです。じゃあウェッジは年にだけど普通のアイアンはもうじゃあもう長年長年使ってます。はい。ウッド系はウッド系はああ変えたり変えなかったりですね。そんなじゃあもうウェッジは頻繁ですね。ウェッジは頻繁です。じゃあ後のクラブは もうフィーリングに合わせてですかそうですその時のはいフィーリングは全く分からへんねんけどな顔とか言うやん顔あります顔いや全部全然なんかブランドで違うじゃないですかような仕方だったりこう丸だったりとかそうなんそう 1>, 1ミリも持ったことないけどそんな顔とか本当ですかうん俺がどんかんだ,だけ多分 <laughs> 何も気にしないのかなもうちょっと全然違いますよそう見え方でうん違います<ー> なんかあるじゃないですかシュッとしたやつがいいのかちょっとゴテっとしたやつがいいのかとかいやちゃんと出るやつそれは分かんないですね <laughs> それはもういっぱいすぎて,て分かんないですね分かか。んないですか、うん、とりあえず新しいの出たので全部買って,、ね、買っていきましょう全部買っていったらどれか当たりますよ <laughs> じゃあ最後に視聴者の皆さんに素敵なアドバイスがあります腕を上げて好きなやつを買いましょうありがとうございました <laughs>